皆さんこんにちは、モレノです。本日はディバラのティモドウィークレビューしていきます。新年一発目ですね。どちらかというとレビューというよりもゲームプレイにフォーカスして、まあ FC24 のゲーム今年こう違いますっていうのを皆さんにまあ軽くお伝えしながら、ディバラという選手の良さっていうものを引き出していければなというふうに思っております。まあ、なぜディバラにしたかというと、もうたまたま当たったからです。もうそれ以上のことはないです。で、何点か去年と大きく変わっていることがあります。一つはプレイスタイルですね。これがね、結構変わりますね。特に、まあ、この金のプレイスタイル、選手の、まあ、カードの左側についてプレイスタイルがかなり変わりできます。で、本当に強い選手しか持っていないです。今現状チーム見ていただいても、僕のチームの中ではキンペンペですね、プレイスタイルプラスブロックを行う時のリーチがさらに広がり、ブロックが成功しやすくなるだったり、まあこのディバラで言うとフレアで言って、まあちょっとファンシーなシュートとパス精度が上がる、これはね正直そこまで必要ではないプレイスタイルにはなるかなと思います。全てのプレイスタイルに関して上位互換があって、まあ例えばメッシーであると、このドリブルの瞬速ですね、ここら辺がかなり強くなってくるんじゃないかなっていうのがあります。ディバラ身長177センチ、ハイミディアムハイローワークレートのスキル4、逆足3、ここは変わってないですね。左利きで加速タイプがかなり爆発的になっております。去年は爆発的であっただけだったのに、まあ、今年はね加速タイプの追加もされています。で、ポジションに関しましては、ストライカー、トップ下、センターフォワードの3つの適性があります。今回、ハンターつけていきます。やはり、ディワラ、まあ、現状能力見ても、まあ、強いとは言い難い、言い難いんですが、まあ、ペース90あれば、大体の選手は今の段階では速いと感じることができる範囲内かなと思っております。で、なおかつ、加速が94、スプリントスピードが86までいきますので、まあ、スピード的に、まあ、遅いなと感じることはないと思ってます。で、ディバラ決定力、このカード93までいきます。シュート力も90。で、ノーマルカードからペースとシュートは2ずつ上がってます。これは結構大きいと思います。で、ドリブルに関しましては、もともとディバラですから、ドリブルはかなり期待できるものを持っていると思います。で、気になるのがフィジカルですね。まあ、今作のゲームプレイがどうフィジカルが弱い選手に対しても、やっていくのか、まあ、やっていくのかっていうより反映されていくのかが気になるところです。で、今回4231ベーシック50-62-50で、まあ、サイドバック上げてなかったり、まあ、あとは CDM 上げてません、まあ、あとはもうディバラに関しては何も指示はつけてない状態でやっていきます。まあ、しばらくはね強いフォーメーションが分かるまで、まあ、こういうベーシックなフォーメーションで試していければなと思ってます。ではディバラ見ていきます。中央の選手がディバラです。この時トップ下のポジションながらも、やはりこの選手の動き方的にはどんどん前に出てくれるっていう、ストライカー、まあ、センターフォワードらしい、ツートップのセンターフォワードみたいな形で動いてくれるタイプの選手だなと思いました。で、ドリブルですね。ドリブルに関しては素晴らしかったです。本当に滑らかですし、ドリブルがめちゃくちゃしやすかったです。で、やはり今多分皆さんご存知のようにコントロールドリブル、 R1 のドリブルっていうのがもうバグってるぐらい強いので、まあ、そうなってくるとやはりこういうドリブルができる選手っていうのが、まあ、生きてくる環境なのかなと思ってます。決してプレイスタイルは持ってないんですけど、個人的にはもうこのレベルでも十分ドリブルで相手をかわせますし、もう本当に何でしょう、ディバラって左利きで逆足さんなので、できれば左で打ちたいなと思えるシーンも簡単に作れるなっていう印象を受けました。で、この位置でボールを受けて、やはり細かいタッチからのコントロールドリブルを挟みながら左足で振り抜くっていうのが、まあ、彼の得点パターンかなと思いました。非常に得点を量産してくれましたね。ここら辺もトップ下で、まあ、コロムアニがストライカーにいて追い越しているんですけど、そこの動き方っていうのが非常に良かったです。で、ここバスケスから、まあ、縦、ここ縦に走る動きですね。やはりもうストライカーのような動きで、まあ、今パスっていう選択肢もあった中、まあ、それでもやっぱり自分で持っていけるので、
やっぱりスピード的にも申し分ないですし、まあ、そこの今現段階で足が遅いって感じる部分は全くなかったです。僕の動き方ですね。で左足、もう左足でシュート打っとけば大体入りましたね。で、まあ、若干右足の精度は、まあ、若干というか右足では打たない方がいいかなと思いました。やはり逆足さんは逆足さんだったなっていう、今年、まあ、逆足さんだから非常に強くなってますみたいなのはあまり感じられてないですね。例年通りの逆足さんだなっていう感じです。で、ディバラはプレースタイルに関しましては、まあ、ファンシーパスであったりファンシーシュートが打てるっていう特徴があるんですが、そこはあまり使わないので、まあ、プレースタイル的には正直あまり恩恵を受けられてないのかなと思いました。でここチクエゼ、まあ、このチクエゼちなみにね結構いいカーブですね。こういうシーンが非常に多いですね。まあ、あそこ外で思いっきりぶち抜くっていう選択肢もあった中、まあ、ああいう風にニアで落ち着いて決められるっていうのも、まあ、今年のゲームの得点パターンが1個増えてるなっていうのも感じました、ね、今のさっきのシュートとか例年の FIFA だとああいうシュートシーン、シュートモーションっていうのがないので、まあ、そこら辺もまあ今年変わってる要素なのかなと思いました。ここら辺細かいですね。で、まあ、右足ですね、まあ、右足に関してはここがね本当にね唯一の欠点かなっていう感じでしたね。で最後シュクエゼから縦に入って、まあ、ここ左で決めていきます。では最後ディバラまとめていきます。現在の価格が9万コインになります。非常にいいカードだと思います。今の、まあ、ドリブルがしやすい環境に非常に合ってますし、まあ、その中でまあ、シュート能力の高さであったり、まあ、ペースが90まで行くことから、まあ、スピード的にも遅くないなと感じますし、まあ、パス精度はもちろんのこと、まあ、あとはフィジカルも意外と今の段階では気にならないかなっていうのもあって、まあ、今の環境に非常に合っている選手だなと思いました。で、まあ、逆に弱点としましては、やはり逆足さん、基本的に左で打てるように、左でボールを持てるようにするのがベストです。で、まあ、右足っていうのを使わないっていうのがベストなのかなと思っております。ワークレートも非常にいいですし、もう本当にトップ下としては、もうまさにベストな選手なのかなと思いました。で、プレイスタイルに関しましては彼のねプレイスタイルは正直あまり恩恵は受けなかったですね。もちろんねテクニカルドリブルとか、これ日本語になるのかな、ここは日本語になりません。ドリブルのトレートであったりっていうのは恩恵受けてるんですけど、やはりこのディバラのプレイスタイルプラスっていうフレアっていうのはファンシームーブ、L2 パスとかかな、ヒールパスとか、まあ、ちょっとかっこいいシュートモーションとかあると思うんですけど、ああいうのに役立つだけなので、正直ゲームプレイの中で使いますかって言われるとそこまで使わないプレイスタイルになるのかなと思ってます。なので、まあ、もちろん下の恩恵を受けているもののそこまで強く何かを感じたっていう感じは今のところはしませんでした。まあこれに関しては引き続きもっと見ていかなければいけないことなのかなと思います。で一応9万コインで今買える選手だとカイトとか、あとアラン・シアラとかニネカーとか買えるんですね。もうこんな安いんですね。あと中田英寿とか意外とこの価格帯全然いないので、特にまあキンレアとかは、まあ、エンクンクが7万7000、ロドリゴ7万6000、まあ、ここら辺との兼ね合いになってくるんじゃないですかね。で、黒のカードなのでやはり資産運用的にもそこまでがぐっと下がることはないので、非常に安定した値段をキープするんじゃないかなと思いますので、そういう意味でも、まあ、このカード非常に使いやすいですし、チームに入れといてもいいのかなとは思ってます。という感じで今日の一発目のレビューは終えていきます。続いてのレビューはデブライネ、この後夜やります。ではまた。